番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。やだもう。ユカ、いなくなったから探しちゃったよ。カケル君、先に帰ってなくてよかった。あ、何見てるの？雲？月。月？どこ？本当だ、綺麗。ゆか、7年前、俺の姉は自ら命を絶った。施設で育った俺にとって姉が唯一の家族だった。だから事件を受け止めきれなくて、俺は心を閉ざした。そんな俺に、同じ施設出身のゆかだけはいつでも微笑みかけてくれた。そばにいて笑ってくれた。ユカがいなかったら俺はどうなっていただろう。どうしたの、カケル君？え、あ、いや別に。帰ろっか。なのに俺は。かけるくん、うん、屋上で月見てたの。は、月？今まで屋上で二人きりだったのか？ああ、まあ。何やってたんだよ。何って、別に。めくるめく展開があったんじゃないのかい、かけるくん。そういうのはシャメしてくれなくちゃ。シャメ。何変な妄想してるのよ、バカ。たたしく、かおりちゃんやりすぎだよ。どうやら俺を本気にさせちまったようだな。お前は俺ん中の本当の俺を目覚めさせてしまったのさ。もう止められないぜ。お前って言うな。強い貴様、さては伝説の言う。ユカ以外とはろくに口を聞かない俺に、ただしと香織だけは普通に声をかけてくれた。明るい二人と一緒にいると自然と気持ちが穏やかになる。セール？そう、アヤナスで今日と明日の2日間アウトレットセールやるんだって。へえ、アヤナスで。何のアウトレットなの？いろいろよ、洋服とか雑貨とか、際どいグラビア写真集とか。くたばれ、エロ。ただしねえ、私たちこれから行くんだけど一緒に行かない？本当？楽しそう。
俺はいいや。人混み苦手だから。行ってこいよ。俺は気にしなくていいから。ごめんね。また今度にする。もう。ゆかは小学校へ上がる年にこの水瀬家に引き取られた。子供のいなかった水瀬夫妻はゆかを優しく迎えてくれた。じゃあまた明日。ああ。ゆか、やっぱり行こうか。アヤナス。なんだよ。だって嬉しいんだもん。ゆか。何が何だか誰もいない。みんなどこかに消えて。お父さん、お母さん。いない。ゆか。
大丈夫？カケル君。ユカ。悪い夢を見たんだね。ああ、でもどうしてユカが？迎えに来たらドアが開いてたの。何かあったのかと思って慌てちゃったよ。そうか、昨日帰ってきた時ぼんやりしてたから。ユカの方こそ大丈夫か？昨夜眠れなかった。そうか。目を閉じるのが怖くて、すごく怖くて。ああ、俺もだよ。え？俺も眠れなかった。う、寝てたじゃない、しっかり。あ、まあ結果的には。覚えてますよね。ユカ、またなるのかな、うん、あの赤い夜。うん、おい。あ、あ、おはよう。なんだなんだ、仲良くデート投稿か。余計なこと言わないで。守ってやるよ。え？もしまた何か起きても俺がユカを守る。だから心配するな。カケル君。う、嬉しい。あ、すごく嬉しい。バカ、こんなとこで泣くなよ。誤解されるだろう。はあ、な、泣かせた。朝っぱらから女子を泣かせた。キャラ。ほら、ごめん。入ろう。皆さん、転校生を紹介します。桃野しおりさんです。かわいい。萌え。桃野さんはイタリアからの帰国子女なんですよ。イタリア？すごい。それじゃあ桃野さん、挨拶をお願い。必要ありません。え？必要ありません。白原クイナに。はいはいはい。質問は順番にね。それじゃあまずは3サイズを。死ね。あなた方に興味はありません。だから干渉しないでください。なんだ。ダメだ。寝不足のせいだってば。大丈夫だから。恥ずかしいよ。どけよ。う、邪魔なんだよ。見えないのか、病人だぞ。病人？おい、あいつどうしたの？あ、あら、お姫様ごっこ？え、いえ、その、すみません。
ただの貧血よ。心配ないわ。そうですか。じゃあ俺は戻ります。かけるくん、ありがとう。少し眠れよ。うん。さつき、だったわね。はい。その目はどうしたの？言いたくなければいいけど。生まれつきなんです。そう。失礼します。水瀬。かけるくん、右は見えないんです。そのせいか瞳の色も違うから。眼帯を。ああ、違う違う。あれ、彼氏？先生。なるほど、まだそんな段階か。そうか、眠れたか。うん、だからもう大丈夫。ごめんね、心配かけて。体辛くなかったら行くか。え？アヤナス、昨日行けなかったろ。アウトレットセール今日までだし。かけるくん。そうだ、お父さんとお母さんがたまにはご飯食べにおいでって。ああ、そうだな。今日帰りに寄ってく？いや、また今度にするよ。それよりいつも持ってるけど、なんだそれ。あよ、ああ、ペンゾーさん。ペンゾーさん？ペンゾーさんすごいんだよ。すごいな。でしょ？ここやめよう。本当に何も買わなくてよかったのか？いいの、かけるくんと一緒なら見てるだけで楽しいもん。来てよかった。まだ昨日のショックと不安は抜けないだろうけど、この笑顔に嘘はない。ね、かけるくん。ん？あれ、やろうか。ゆか。はい。お願い。まあ、あれが何だったかなんてどうだっていい。もうゆかに辛い思いはさせたくない。二度と怒らなければそれでいい。静かだね。ああ、ずっとこうだといいね。ああ。あ、かけるか。
して姉さんが少年が番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。